皆さんこんにちは、チェリストの佐山祐希です。前回の動画は羽田空港から新千歳空港まで乗った ANA の搭乗機でした。今回の動画は札幌超弾丸ビログということで、札幌の旅動画を皆様にお楽しみいただけたらと思います。それではどうぞお楽しみください。はい、新千歳空港について手荷物を取ったので、これから JR の方で札幌駅に向かいたいと思います。新千歳空港駅からですね、そこにちょっと書いてあるんですけど、エアポート、快速のエアポートで37分って書いてありますね。なんか指定席で、まあ普通に行くのと、あと横長の席で指定料金払わずにもう乗れるみたいなので、どっちがいいでしょうかね。まあ指定席取った方が楽っちゃ楽だと思いますが、ちょっと見てみましょう。緑の窓できれば買っていきます。札幌駅はね、エアポート指定席です。16時54分。はい、窓側で隣にないところ、はい、あ、お願いします。はい、はい、結局指定席を取りました。新千歳空港駅を出てからずっと緑が多くて、北海道だなという感じで、札幌にはあっという間に着きました。はい、今札幌のカーシェアで車を借りました。これから保平郷温泉に、日帰り温泉ですけど行ってみたいと思います。ここから20キロで、まあ約1時間で行けるということなので、安全運転で行きたいと思います。それでは行ってきます。旅行の仕方もありますよみたいなところがあるのであれば、ぜひとも皆さん教えてほしいなって。はい、運転中は小野田さんのライブの動画を流しながらゆったりと安全運転で行っています。今回一人旅なので、この動画はフロントガラスの前にちゃんとビデオカメラを置いて撮っていますので、安心してください。片手運転ではありません。ちょうど1時間ほど運転して豊平郷温泉に来ました。これから露天風呂に入っていきたいと思います。はい、豊平郷温泉に入ってきました。と暗いので感想はまた後で。はい、今豊平郷温泉に入ってきました。まあ、中では撮影ができなかったので、ちょっと感想を、定山系温泉の近くにある豊平郷温泉ですが、100% 源泉かけ流しで、すっごく大きな露天風呂があって、本当に気持ちよかったです。何も考えずにもう来たので、北海道が寒いっていうことを忘れて来てしまって、まあ、長袖は着てきたんですけど、今 17.3 度ということでかなり涼しいです。 17.3 度の涼しい中で入る露天風呂は最高に気持ちよくて、もう周りは本当何もなく山の中なので、月と星を眺めながらの露天風呂でした。なんかここカレーも有名みたいで、美味しそうな匂いがしてたんですけど、これから札幌に戻ってウニ丼かスープカレーかジンギスカンか何かを食べたいと思っておりますので、これから早速車で札幌市内に戻っていきたいと思います。
ます。では安全運転で行きます。まずご飯を食べる前にホテルの方に行きたいと思います。はい、今ホテルフォルツァの方に来ましたね。めちゃくちゃ綺麗。8月1日のオープンしたとかいうことで、でも今回めちゃくちゃ安く取れたのでこちらに泊まることにしました。チェックインも自動チェックインなので接触することもなくチェックインすることができました。今回の部屋1801です。綺麗だのお部屋にしたんですけど、おー綺麗、綺麗なホテルがいいですね。え、なんとなんとお風呂、洗い場もついてる。これは嬉しい。はい、こんな感じ。とりあえずちょっと荷物に置いて、おお、お風呂もすごい綺麗。まあアメニティは最低限のもので、タオルとあって、ペリカン石鹸って書いてあります。おお、とにかく綺麗。はい、まあ入り口はこれで、こんなでも広いですね。ツイン、一人でツイン、まあトイレはこんな感じ、等等性です。はい、おお、ライトもいいね。開けるとお茶とコップ、冷蔵庫、冷蔵庫は入ってないんでしょう、うん、このお水は飲んでいいのかな、多分いいと。お、あと除菌シートがありますね。素晴らしい。外の眺めはと言いますと、外の眺めはと言いますとこんな感じ。ちょっと札幌のこと全然わかんないんで、多分あっちに時計台なのかな、観覧車が見える。まあこんな感じです。綺麗ということで、まあお腹空いたんでご飯でも食べに行きましょう。はい、今から生ウニを食べに村上っていうお店に行きたいと思います。日本製麺館というビルの中にあるみたいです。はい、今ウニ丼を函館ウニ村上というところでウニ丼を食べてきました。いやー美味しかった。高かったけど5000円弱だけどめちゃくちゃ美味しかった。やっぱり北海道に来たらウニですね。ということでちょっと鈴木野の方を歩きつつホテルに帰ろうかなって思います。めちゃくちゃ寒いです。
はい、これが札幌のテレビ塔です。今周りに人がいないんでマスクを外していますが、スタバです。シメパフェをしようとすすきのを歩いていたら超並んでて、諦めてスタバを買って帰りました。帰ってます。ちょっとあそこに時計台が見えるので、ちょっと初めての時計台見てみます。はい、これが時計台です。初めて見ました。はい、今ホテルに帰ってきました。今日のお昼に行くことを決めて、そのまま出かけて電車の中で飛行機を取りつつ、飛行機の中でホテルを取りつつ行くところを決めたっていう感じなんですけど、新千歳空港に着いて電車で札幌駅まで来て、そこからタイムズのカーシェアで豊平峡温泉に行って、温泉に入って、そこからまた1時間かけて札幌の市内まで帰ってきて、ホテルに1回帰ってきて、その後村上というところにウニ丼を食べに行きました。それでまあ帰りに締めパフェはできなかったのですが、締めスタバということで、はい、大満足な一日、まあ、半日でした。明日は新千歳空港でちょっといろいろ空港を見ながら、お昼には東京に戻らなくてはいけないので、もう帰るだけになってしまいますが、最後まで楽しみたいと思います。というわけで、まあ今回一泊二日でちょっと動画が長くなってしまうかもしれないので、一旦ここで今日の動画は締めたいと思います。明日はまあ朝起きて空港に行って帰るだけの動画になってしまうんですけど、明日の動画も見ていただければ嬉しいです。今日の動画がいいと思ってくださった方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。また Twitter と Instagram もやっておりますので、ぜひチェックとフォローしていただけると嬉しいです。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。